すごいなんか脱落してるから10人みんなで早上ろうって言ってて、うん、それがみんな気持ちまとまってて、だからすごいかっこよかったから、そんな風にしたい。みんな役割になりきってくださいね。はい、はい、はい、初めてなんだっけ2回いい加減ごめんなさい。でもさっきまで私金髪女さんって言われてたんですよ。ひどい。やめて、違う違う、気にしてた。ちょっと4分で準備なので、その準備をお願いします。あと一つ候補者の皆さん、体育館の方の入り口の冷蔵庫にお水いっぱい冷やしてあるんで、欲しい方持ってってください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしよっか、これ続き。めっちゃありがたい。一応これくらいメモって、あとはもうあって、まあそうね、逆にもうこういう感じでテーブルで話し合うだけで進めれるんだったら、私たちがベッドの方行って、そっちで全部済ませて。じゃあできるんだったらさ、それの方がいいかもしれない。就寝時間あるから。まあ就寝時間ギリギリ。ああ、そっか。でも時間もないか。自分のパートも絶対思わないから。じゃあもう風呂パッて入って、で何時集合にして。そうだね、の方がいいんじゃないですか。よし、じゃあ、え、でも分かんない。じゃあ、9時57分。今、10時です。10時で、今、もうちょっこりお風呂行きます。ちょっこりお風呂行って、体育館使えるんですか。この人数一気に入れるサイズですか。いや、体育館めっちゃでかい。あ、お風呂、お風呂。怖いよ。怖いよ。こんなに言われた。10時までの人握手したい。じゃあ多分さ、またもう一回さ、同じこと明日やんなきゃダメなの。3人いないから今日で確認したとしても、だから今日一回全員でできることをお風呂パッと入って、確かに、そうで全員で集まる。そうしよう。よし、はい、決まりました。あ、もうそんなきっちりいなくて大丈夫ですかね。10時までここに。あと2分ありますけど、はい、あ、準備だけして。そう、確かにカメラがいい。あ、じゃあ、はい、あ、待って、私もこれ見ました。一緒に行って、いっぱいコメント来てたよ、そういうの。ありがとうございます。これ、ね、去年ね、ちょっとね、あんまり自分を出し切れなかったと思うんでね、今年はぜひ出していってほしいんだけどね。ちょ、初日から結構グロッキーだね、もうね。ちょっと、やられてます。ちょっとお風呂入って、うん、ちょっとすっきりして全部洗い流して、洗い流して、で、まだ俺ここにいるから
その時にまたちょっとお話聞かせて。はい、うん、ちょっと頑張って早く入っていきます。いってらっしゃい。ありがとうございます、はい。今日の総括、総括からでいいですかね。そんなこともあろうかとね、なんかどんなことあったかなってまとめてたんですけど、なんかすごい渡辺さんも言ってたけど、すごくワックのことを勉強して、合宿ってこういうもんなんだなっていうのを勉強してきた子が多くて、まあ歌唱もそうだし発表もそうだし、なんか発表においては初日とは思えないぐらい良かったは良かった、良かったは良かったっていうところは、まあ例年に比べたらいいけど、まあもうちょっとやれるっちゃやれるよねっていうところですね。とやっぱり去年だったり、まあ過去経験者、まあ何人かいたんですけども、その子たちがいたにもかかわらず、ちょっとそれはないだろうっていうところもありましたし、お疲れ様です。お疲れ様です。一言どうぞ。お疲れ様です。頑張ります。お願いします。なんか、ね、初年度の子たちとはには申し訳ないけど、そのやっぱ過去経験して一人っ子とか、やべ、名前、今回の名前出てこない、はい、ね、ちゃんと、ね、去年を経験してあれをやってたはずなのに、1年経って帰ってくるとやっぱり初日はそれができないっていうのがすごくもったいないというか、なんか最初からアクセル全開で行ってほしいですよね。ああ、そうですね、沖田とか、沖田じゃない、マジ休めね、ありがとうございます、すいません。はい、ベルもね、すごい久しぶりに、久しぶりじゃないか、10月ぶりぐらいだから、まあ、約半年かぶりに会って、すごく懐かしいというか元気そうでよかったなとは思いましたが、特にね、ベルちゃんもいるのにね、時間になって並んでないっていうのは、まあ、まずちょっとないかなって思いました。はい、14歳とかちょっと意味わかんないんですけど、のはね、ちょっとね、いろいろコメントが来てたんでね、回答したいと思いますが、まあ、とりあえずね、歌唱最初ね、一発目でしたがね、なんか気負う感じもなく、すげえ力強い歌声とパフォーマンスを見せてくれたなとは思いました。はい。まあ若さゆえかわからないですけど、なんかちょっと発表の時は若干空回りしてる感じがね、僕は見受けられたんですけども、まあこれが2日目3日目と見ていくうちに、キャラクターがどう向けていくのか、もうなんかね、これ以上どうやって向けるんだよという感じはありますが、なんかそこは楽しみでもありつつ、その空回りしない感じのやる気の見せ方っていう感じで見せてもらえたら、僕はね、とてもいいかなと。まあね、美女もいいですし、キャラも陽キャ系でね、それこそせいちゃんとかとね、絡んでたらね、なんか絵になるなとかね、思いますしね。はい、待って、今回の名前出てこないぞ。まあちょっとね、本名側で申し訳ないけど、シオンさんはね、豆柴の時に、ね、全然
言うたら見れなかったので今回見れてよかったなとは思いますが、ちょっと待ってね、ちゃんアダルトはちょっと待ってメモがね、やっぱね、なかなかね、あの今日一日のメモが、まあ、こうずらずらあるもんでね、ちょっと探すのが大変で、ちょっと待ってくださいね。ちゃん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 。ああ、そっかそっかそっか。なんかちょっとね、歌い方に関してはちょっと独特な感じがあって、もうなんかちょっとこれがまたちょっと癖になりそうというか、まあ、若干のミキちゃん感というか、なんかそんなのもあった気がするような、しないような、まあ独特だったけどすごく歌も良かったし、ハイパークラッカーやったのか、すごいね、あの3時間で本当このグループはよくまとめてきたなという感じではありましたが、ね、今回3位っていう結果になっちゃったのは、なんとなくどことなくなんかそのふわっとしてる感みたいなのがね、3時間で拭いきれなかったんじゃないかなと。ちょっとね、まだね初日ってこともあってね、あの僕もこのメモ以上のことをね全然見れてはいないんですが、ヤンについてっていうコメントがありましたね。ヤンについて、そうですね、あのまさか生当てゲームをさせられると思ってなかったんですけどね、ギリ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 出てきて、まあなんとか良かったな、なんかね、なんかズルしたみたいな、なんかカンペ見ただろうみたいな、そんなコメントが来てたんですけど、ね、なんとなくなんとかね、あのカンペ見ずにギリギリ対応できましたね、よかった。冷やし、マジで超ヒヤヒヤした、あれはね勘弁していただきたい。我々もね、その本当に、まああの多分もうついてるのかな、あの渡辺さんがツイートしてくれた画像をね、まあ、こうやって分かるように自分でもね表を作って、まあ、ニコ生のページでアップするようではあるんですけど、こういうの見ながらね覚えてってはいるんですけど、なかなかやっぱ初日は覚えられないです。これまだページにアップされてないのかな。 あページにもアップされてますね。はい、はい、この番組ページのね、はい、あのメンバーの下にこちら載っておりますので、詳しく見たい方は、番組ページ概要欄の方に記載がございますので、そちらからチェックしてみてください。来ました、来ましたよ、魚が来ました。ちょうどね、あのほぼほぼね、ちょっと一日をね軽く振り返ったところでね、獲物を捕らえることができそうです。諦めにいいの。私絶対落とし物とかしたらめっちゃ探してます。マジ？うん、マジすぐ諦めた。あ、こっち。
お疲れ様です。お疲れ様です。今漁をしてまして。漁、はい、魚がかかるのをずっと待ってたんです、ここで。引っかかってしまった。はい、おお、大物。はい、よかったです。はい、ぜひ話していってください。そこが一番悪いかな。この壁沿いに行ってもらってね。やば、はい、捕まえました。ナウのやつですか。はい、ナウのやつです。うん、切る、切る。さっき、はい、ツイッター見てたんですけど、はい、渡辺さんが私の写真を上げてくれてるやつに、うん、おばさんって言われてもうこんな人ひどい。見てたらまたおばさんって言われる。モザイクも自動的にひどい。大丈夫、ニコ生だいたいあのモザイクみたいなもんだから。あ、ガビガビで。そう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 、ありがたい、うん、確かに。ガビガビにしていきましょうか。皆さんあのビットレートはね、あの一番低いビットレートで見てください。あ、お願いします。そうするとお願いします。お願いします。お願いします。ぜひぜひ。パケットの方もね、浮きますので、はい、確かに。おばさんって言わないでください。ごめんなさい、本当にお願いします。あ、頑張ります。自己紹介しておきましょうか。あ、確かに、ね、そうですよね。ちょっとじゃあ、ね、荷物が多すぎる。あ、てかタオル入れてくんの忘れたな。お、確かに確かに。今行くな。タオル後で置きに行く。体育館行くとき、うんうんうん。では五分五分五分です。五分と呼んでください。お願いします。ありがとう。無能性です。逆逆無能。逆逆。あ、すいません、無能性です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。これ1日目が終わりましたが、はい、いかがでしたですか。1日目、私はありがたいことにパフォーマンス審査で1位をグループでいただいたんですけど、うん、なんかほんまになんか結構ギリギリまでマジでやばいやばいってみんな言ってて、うん、もう全然間に合わんなってなってて、でそれで本番までのなんか急ピッチですごい仕上がったんですけど、なんかだから本当に一人一人の能力が高いメンバーに恵まれたんやなと思ってて、なんかできることを考え出したらキリがなくて、なんかもう今あーってなってます。あ、でもあーってなってたんですけど、お風呂上がりにそのちょっとツイッターとか見てそのエゴさしたんですけど、そう結構つぶやいてくれてる方とかもいらっしゃって、めちゃめちゃそれでめっちゃ元気出ました。頑張ります。はい、もっと頑張ります、はい。ありがとうございました。頑張ります、はい。有能になりたい無能はどうでした。有能になりたい無能です。今日はそうですね、私はもうパフォーマンス審査で2位をいただいて、そうですね、なんかすごい個性が強いグループに入って緊張がほどけてすごい楽しくできた1日でした。でもまだそうですね、及ばない点がいっぱいあったと思うので、パフォーマンスに関しては明日はもっとより良い、より良いものをお届けできるように、まあ、有能に近づけるようにちょっと頑張ろうと思います。はい、近づくんでいいんですかね。いや、終わっちゃうかもしれないけどね。いやいや、そうですね、うん、ならないと明日なります。うん、有能に、はい、お願いしますね。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、個人的なあのこれあのコメントとかね、で俺の思ったやつって、はい、はいはい、五部はなんかもともと何かやってたの。ちょっとやってました。ちょっとだけ、はい、でなんかすごいあの今日見たグループの中で人含めて一番すごく表情を作れてたなと思ってて、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。よかったなと思いました。どうしたらもっと良くなると思いますか。それはもう今の自分じゃない自分を一歩進むしかないですよね。はい、はい、うん、まああのちょっと思ったのは、はい、あと五部だけがそれを やれてたのね。でもし経験者だったりとかしてなんかその隙間があったんだとしたら、みんなをそこに合わせるかしたらそのグループとしてのまとまりが出てきたんじゃないかなとは思いました。確かになんか頑張ったつもりだったんですけど、うん、まだできたこといっぱいあったなと思いました、うんうん、ありがとうございます、うん、今日ねあの脱落者なしってことでね、はい、よかったけど、はい、明日はないかもしれないので、ね、そういうところも気をつけてもらえたらね、はい、いいんじゃないかなと思います。頑張ります、はい、ありがとうございます。ちなみに無能は、はい、歌唱の話になっちゃうんだけど、はい、すごい声出てたし、うん、あの悪くないなと思ったんだけど、うん、あのマイクムラがすごくて、あ、それそうですね、歌唱審査の時声ってまっすぐ
って、うん、マイクもまっすぐしないと取れないけど、うんうんうん、こうなっちゃうとすごい、うん、あーってなってしまうんで、そうするとユーザーが聞きにくかったりとかしちゃったりして、だからそれがすごくもったいないなと思ったんで、まあ踊りの時とかはね、そんなに気にしなくていいかもしれないけど、まあ、マイクここにあると思ったら、ずっとここに置いとく、固定するぐらいの意識とかは、なんかちょっとした意識の差でいろんなとこ変わってくると思うんで、はい、あの全然悪いとかじゃなくて、はい、伸ばせるなと思ったんで、メモしました。勉強になります。でもあの、ね、グループとしてはね、あのすごく良かったんだけど、はい、あのちょっと空回り感がね、いやそうです、目立ってしまったかなと、はい、あの難しい一昔前の合宿とかだと、なんかちょっと小手先とか言われてた感じの感じじゃないかなって思いました。はい、なるほど。でもそういう考え出したら、ほんまに何したらいいかマジで分かんなくなっちゃって。でもやっぱ基本っていうものがあるじゃない、あのまず挨拶の時の立ち位置、あの、うんうんうん、今回は4グループとも全部ダメだったんだけど、ちゃんと均等に並んでるグループって1個もなかったもんね。例えばそこからとか、はい、で最初に挨拶するんだったら挨拶するとか、なんかチーム名決めたんだったらそこをきれいに合わせるとか、あそこがライブの現場だと思ったら、やっぱそういう一個一個細かいことでもきれいにしていけば、すごくグループとしてまとまりが出て、見てる方もあこのグループ楽しいなってなるんじゃないかなって思いました。ありがとうございます。はい、こんないいアドバイスがもらえるもんやと思ってなかったです。ありがとうございます。勉強になります。ありがとうございます。次のやつは奥行ったんだな、私たちのせいで。いやいやいや、帰ってしまった。あ、こっち見てますよ。あ、なんかすごい。お帰りするんじゃない。つれろ、目が悪すぎて全然わからん。つれろつれろ、めっちゃ目悪いんですよ。餌がつれるか、餌が。おいしいよ、おいしいよ、おいしいよ、おいしいよ。今ちょうどね、2人のお話聞き終わったとこ、聞き終わってはないか、明日もね、頑張ろうね。はい、今、はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ります。あのもし時間が足んなくなったら呼びに行くから、また出て。ああ、はい、あ、ここにですか。わ、うん、かりました。はい、いっぱいおしゃべりしたいです。はい、体育館行ってきます。体育館練習してくるの。もう閉まってますか。あとね、明かりついてると思うけど、あ、まあ、そっか、お風呂入ってきたんだもんね。お風呂入ってきました。はい、はい、あまり汗かきすぎないように。はい、はい、そこだけ気をつけて、はい、明日も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。大人の皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。本当にありがとうございました。今日、明日も頑張ります。いい夢見てください。ありがとうございました。はい、じゃあ最後に一言ね、あの自分の名前言ってから書いてみましょう。あ、はい、ありがとうございます。はい、もうそういうのができないですね。あ、布製です。ありがとうございます。ゴブゴブゴブです。ゴブゴブゴブです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございます。全部身にしみて頑張ります。あ、これ置いてこなかったんですか。あ、そうあ、失礼します。はい、次の魚がスタンバイされておりますので、スタンドインしていただきましょう。はい、どうぞ。こんばんは、野生の猫です。はい、どうも。お風呂上がりました。はい、いい匂いです。よかったです。今日ね、コメント見てたらね、猫人気すごかったよ。なんか、うそ、うん、猫いいなっていうコメントよく見かけましたよ。嬉しい。まあまあ、ちょっと見づらいかもしれないけどね。はい、いっぱいね。わー、はい、嬉しいです。なんか、はい、そう、ツイッターを見たら、黒い服着てるって言われてたのに、また黒いです。お風呂上がりです。終わった、はい、じゃあこの後話聞いていい？練習しに行く。あ、なんか髪の毛を乾かしたり、歯磨きと、15分、20分後くらいになっちゃいます。大丈夫だよ。大丈夫ですか。あのちょっとしか喋れないかもしれないけど。あ、わかりました。はい、そしたらじゃあ、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあそこ行く？ここ。あ、うん、ここドライヤー使えるから。で、ちょっとうるさくなっちゃうから、もうちょっと向こう行こうか。あ、すげえカメラだ。あ、すいません。失礼して。
探して。ちょっとあのカメラ下げるんで、ちょっとそのまま座ってもらっていいですよ。はい、ありがとうございます。あ、こんにちは。こんにちは。あ、通っていただいて大丈夫ですよ。はい。あ、忘れてた。ここね、すげえ背景がね、目に悪いんだよね。あら、あ、確かに。カメラで見るとね、すごい背景が悪くてね。反対口、口。斜めからだったら大丈夫かな。大丈夫ですか、はい、じゃあ失礼します。はい。こんばんは。はい、どうも。改めて。はい。本日一日終わりましたけど、いかがでしたか。うん。なんか、いかが、難しい。普段こういうのってやっぱないじゃないですか。そうですね。誰か自分のことを自分の知らない人がどっかで応援してるってすごいなって思って、投票もなんか予想よりもすごいたくさん票をいただいて本当にありがたいですし、なんかすごい一つずつこう、まあ、まだパフォーマンスは一つしかないですけど、まあ、パフォーマンスであったりデスソースであったりなんかこうちょっとしんどいじゃないですけど、こういうのをこう一つ一つクリアしていくと、こうなんか、あ、今レベル1上がったてってれみたいな、なんかレベルが上がった気がして、その感覚は普段味合わないんで楽しい、しんどいし辛いけど楽しいです。まあでも楽しめてるのはすごくいいかもしれないけど、そうもしかしたら今日で終わってたかもしれないとか思うとね、それはもうだからもう本当に渡辺さんが考えに行かれた時マジでも生きてる感じしない、もう、 うわやばい、うわやばい、うわやばい、うわやばいと思って、来る前からずっと落ちるイメージしかできないんですよ。あ、落ちたわみたいな。初日から落ちてるイメージしか浮かばなくて、もう名前が呼ばれるイメージばっかり。今日の脱落者は。うわっ！だからびっくりです。いやもうなんかこの順位を落としたくないです。落としたら落ちちゃうかもしれないから。頑張りたい。本当に頑張りたいです。頑張ります。本当に頑張りが伝わったらいいなってめちゃくちゃ思います、うんうんうん、マラソンでも自分走り方変で一生懸命走ってるんですけど、うん、走ってるように見えないって言われるんですよ。本当にもうなんかダンスもヘニャヘニャになっちゃって、キレがどうやって出るかが分かんなくて、うんうんうん、ちょっと本当に真剣なんです本人はっていうのだけ分かっていただけたら嬉しい。まあでもね、マラソンは明日の6時半になれば、はい、ちょっと練習したんで、バレちゃうんでね。そう、頑張りたい。ちょっと本当に起きれるかな。大丈夫大丈夫。起きれなかったやつ未だかつていないから。あ、じゃあ大丈夫ですね。いや本当にもうなんか分かんないです。分かんないことだらけですね。うん、新鮮ですね。まあでも怖フォームが変とかそういうのはまあ置いといて。で、今日のさ、今日フラッシュだったよね、やったの。はい。で、一組目にやって、まあ、最下位になっちゃったけど、うん、なんかやっぱその渡辺さんも言ってたけど、すごいなんかこのグループが一番その目線が低かった。ああ。でなんか。すごい不安なところもあるんだろうなって、うん、なんか不安なメンバーもいたかもしれないし、それがなんかみんなに伝染しちゃってて、なんか見てるこっちにもう不安感が伝わってきちゃってるから、確かになんかもう見てられなかったみたいな。あ、なるほど、うん、いや確かにそう、なんかやっぱ自分たちで一生懸命になりすぎて気づけないんですよね、うんうんうん、練習中に聞けばよかった、スタッフさん方にお忙しくなかった。いたんじゃない、多分音出ししてくれた人とかさ、聞けばよかった。そっか、そうですね、うん、自分らで見たら結局確かに、うん、まあ、言ったら動画撮ってくれたりもするし、うん、そういうの見て、あ、俯瞰的に見たら、あ、こんなにぐちゃぐちゃだったんだって分かるかもしれないし、うん、確かに。で、ね、さっき話した2人にも言ったんだけど、なんか
本当今日 4グループともちゃんと立ち位置均等に並べたところ一つもなかったから、聞きました、聞いて、うん、あっちで聞いてて、あ、メモっとこうと挨拶の時には均等に、うん、確かに、なんかでも今日やって結果は良くないですけど、分かることがなんか0じゃなくて1個1になったから、うん、経験値が1になったんで、うん、そこから改善ができるっていうのがありがたいです、うん、落とされなくてよかったです本当に、ね、落とされなくてよかったけど、やっぱ時間としては1という経験値しか取れなかったかもしれないけど、うん、それを1のままにするのか自分の想像力を働かせて3とか4とかにしていくのかっていうのは、うん、もう自分たち次第だと思いますので、いや本当に頑張ります、もう夜中にいっぱい動画見て、うん、夜中に動画いっぱい見るのはダメです、12時消灯なんで寝てください寝ないと、はい、あと寝て体力を温存して明日またねフレッシュに迎えるのもね、あのちゃんと大事な仕事なんではい、はい、全然ダメです0点ですいやでも本当にもうね、寝不足も寝不足でやばいですね、寝れなかった、田舎民なんで、うん、バスなんですよね、そもそも来るのが、うん、寝れないんですよ、体痛さ寝れないと変なタイミングでハッて起きて遅っから、ああなりがち、でも慣れてるんでこういうの、あのこの寝れない期間が続くのは慣れちゃダメです、いや間違いないです、はいちゃんと健康にね、いや最終日まで残って、ね、笑顔でね帰れるようにね全力を尽くしてほしいですね、尽くしたいです、はい、皆さんもどうか清き、はい、なん選挙じゃないの、頑張ります、本当に明日に向けてのちょっと意気込みを、まずは言われたことは絶対に改善する、目線を上げるっていうのと、なんかどうしても楽しまなきゃ楽しまなきゃって思えば思うほどやっぱ楽しめないんで、もっとパフォーマンスが満足できるようにしたいパフォーマンスがもっと満足できるようになったら目線が上がるかなって思うんで、やっぱ研究して研究して頑張る、あとはマラソンですね、うん、まあ負けてらんね、まあコーンとか大体みんな気にしないんで、はい、死ぬ気で走ってください得意ですか？得意、え、でも昔走ってましたよ、部活で、おキャプテンっすよ、おすげ え、でも一番出席率が低いんですよ分かんない、意味が分かんない、そう、まあ、でも練習したんで、はい、頑張ります、今日ちゃんと寝て明日に備えてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、おやすみなさい、ありがとうございます、最後に名前言ってってちゃんと、はい、土星の猫です、皆さんおやすみなさい、はい、おやすみなさい、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっとここ目がおかしくないからあっち行こう、はい、ちょっと待って、はい、すいません、ちょっと3分か、はい、はい、ちょっとカメラの向こうの皆さんが、頭おかしくなってしまって、ちょっと背景がちょっとマシなところに、そのまま、ああ、ちょうどいいから、ちょっとそのソファーめぐさや、どうぞ。あ、すごい、こんな感じなんだ、はい、お名前をどうぞはい、やる気満々ですと、はい、たまちのみきです、よろしくお願いします、これニコニコですか、はい、ニコニコです、あ、やばいやばい、はい、お願いします、お願いします、お願いします、1日終わりましたけどいかがでしたか、いやもうなんか一言目はもうなんかすごいもうやっぱ緊張しましたね、もうなんかやばかったね、なんかいろいろとこうあの YouTube で見てたその
このね、あの施設がそのままこう自分の景色の目の前に広がってて、いやなんかでもなんかそこでこうこの最終選考まで残った実感っていうのをすごいさせてもらってて、もうなんか楽しみと緊張ともうなんか複雑だったからもうなんかうわーってなってました自分は。じゃあ私は、うん、なんかそもそも、うん、ダンスも歌も苦手なんですけど、うん、それよりも会ったことない人と一緒にバス乗って、うん、一緒になんか話すのがもう緊張して、うん、それが心配だったんですけど、うん、みんな、なんていうの、同じ目標があるからちょっと優しくて、うん、あの安心しました、うん、あと優しかったよね、候補者のみんなね、うん、あの辛いの食べて全員同じ戦を生き抜いてうちは乗り越えたから何かが強くなった気がする。ハートが強くなりました。その思ってた5000兆倍辛かった。痛い、もう痛いのよね。辛いっていう文字で収まらない。そう、辛いって痛い、です、もう死んだから死ぬそうっすこれ人殺しそうっす別に人殺しますよこれって売られてるドンキに。大変、もうやばかったです。いや本当に辛くて、でなんかお水を飲むと余計辛くなっちゃうんですよね、あれね。そう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 、もうびっくりしたでしょ、なんか飲んであ挟まった辛い、このループがやばくて本当に本当ごめんね、はい、あの今俺ゆめかと話してるみたいな。私ゆめかさんゆめかさんですか。そう、ゆめかさん可愛いですよね。可愛い可愛いですね、元気ですね、すごいいいんだけどね、嬉しいです、うん、あれ俺誰と話してたっけなと思っちゃってでコメント見たらなんかゆめ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 かだよって感じですよ。いや、もっと可愛いです、もっと可愛いです、すいません、もっと可愛いですゆめかさんはどうしちゃったの。なんかちょっと枯れてますよね、うん、潤い不足喉飴いっぱい飲みます。飲む、飲ましてきちゃうダメでしょ。順当にいったらさ、まだあと6日あるのよ、大丈夫それ。いや、本当にそうですよね、うん、あ、今枯れてなかったから大丈夫だと思います。今もう枯れてるじゃんやばいかな。やばいね、なんかいっぱい歌ったのでちょっと枯れちゃったかもしれないですね。まあでもなぜか、うん、ね、例年みんななんとかしてくるから。あ、そうなんですね、うん、まあでもなんとかなるのかな、うん、やってると私なんとかなりますね、うん、なんかカラオケフリータイムでいつも5時間6時間入るんですよ。時も最後のとかもはぁーみたいな感じで歌うんですけどなんだかんだよ、なんだかんだ歌えるんで、うん、いやでもどうなんだろうな。え、でもさ、はい、今日歌唱審査さ、はい、ひどくなかった？私？はい、ひどい？うん、なんかほとんど声聞こえなくてさ、え、やっぱそうですよね、うん、なんかマイクで歌ってるのに、うん、その中音が聞こえないだけかなと思ってたんですよ、うん、そしたらその候補者側さんも聞こえてなかったってことですか？なんかね、すごい全然声出てないなっていう感じだったね。え、めっちゃ声でかいですよ私今この廊下とどろかせられますよ多分、本当にじゃあとどろかしとく、とりあえず。ちょっと今時間的にちょっとあの深夜なんで。今就寝してないからいいんじゃない？じゃあマイク。ああ！出るね。出るんですよ。だ結構大声で歌ったんですよ私歌唱審査。うん、なんでだろうね。マイクのせいかよ。私全然普通に歌いました。むしろちょっとでかすぎるから歌うときにちょっと話したんですよここ。うん、それくらいそのイエ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 イとか、うん、結構張るんですよそこ、うん。だからちゃんとその。だからただキーキーならないようにこう話したんですけど、うんうんうん、そうだったんですか皆さん。そうだった私の歌声聞こえてましたか？結構頑張ったんですよ、はい、ね、何人かさ、やけに声ちっちゃい子がいたからさ、そっちだったのか。あ、私多分それだと思います。そっか。あ、でもなんかもし それでしたら、うん、あの他のパフォーマンスでしっかりとあの、うん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 、見せれたらいいなというふうには。そうだね、なんか、うん、どうだった？たまちのミキさんが、ね、あの最初さ、あのすごくさ、なんか恥ずかしいのか自信がないのかさ、なんかさボソボソって自分の名前言って歌い出したのあれもすごくね、評判悪いからね、やめた方がいいですよ。マジでもうね、実際ね、あの話してみたらちゃんと声出してくれるしいいんだけど、ね、ああいう場が1個しかなかったのかもしれないからさ、頑張ります。あれしか発表できなかったかもしれないと思うと、うん、あれで よかったはずないし、うん、頑張ります、もっと。でもちゃんと言ってくださるのすごいですよね、やっぱ分析してなんか
こう、あのこういう時間が来ると、うん、あの一人で喋んなくちゃいけないんで、そっか、そのためにみんなのことをちゃんと見てなくちゃいけないんですよね、うん、あすごいですね本当にっていうのがね、メモで、ね、すごいすごいすごい、これ見せた方がいいんじゃないですか、見せて一回、あ見せて、俺こんなに頑張ってますよ仕事してますよ俺今そういうのはやっぱファンの方も見てて、あーなんか分析すごいなってびっくりしました。もうその1スクロールじゃ終わらないこんくらい、今日これ1日だから、ね、1日でですか、やっぱすごいですね。いやちょっと、いやこういう人がやっぱすごくなっていくんですよ、うん、全然ね偉くならないんだけど、いやもうなります、もう多分時間の問題もすぐなります、もうすごいなんかすごい感動しちゃった、すごいメモが、でもなんかあんだけその自分たちのパフォーマンスを見て思なんかこうこことかいいなとかここ良くないなってこう分析されててすごいですね。なんかグループの方も一応言っとく、うん、伝えてね、お願いしたいです。でももう、じゃあみきちゃんの方からね、あのグループ最下位だったんだけど、最下位だ、俺も最下位につけたのね、渡辺さんと一緒に点数つけてて、でそれはやっぱなんでかなと思った時に、あの4グループの中で一番目線が低かった。ああ目線なんだ。で目線が低いことで余計にみんなの不安がこっちに伝わってきちゃって、うん、なんか見るに耐えないというか確かに、はい、なって思っちゃったのね、うん、まあ、いっぱい勉強してきたから多分分かってると思うんだけど、ミスってもいいし間違えてもいいし、ね、歌詞間違えちゃったらアレンジしちゃったんだよとか自信満々に歌えばいいし、うん、振り間違えたんだったらそれをこれオリジナルの振り付けなんだよって堂々としてれば、うん、あそういうもんなんだなって思っちゃうし、はい、そういうところだと思うんで、その不安にならないというか、はい、いうのがすごく大事だなと思います。なんかね、たまちのみきさんは特にね、あのすごくね、あのすごく呼びにくいんだけどあの多分あんまり自信がないタイプなんじゃないかなって思うんですけど、あのそういうのは、うん、あの僕ら関係ないんで、はい、頑張って、はいこっち、はい、上見て、うん、笑って、楽しい曲だったら笑って、はい、かっこいい曲だったらキリッて決めたりとか、うん、なんかそういうとこね、あのまだ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 できると思いますので、はい、はい、ぜひね頑張って活かしてほしいなと、うん、頑張ります、はい、うん、ね、せめてこれ終わるまでずっといい顔しててねカメラ回ってるから、はい、はい、そうですね、はい、でやる気ママの方はあそれそれでねなってるんですね、うん、はい、わかりました。え違う方の意味だった、やる気ママちょっとえち違うとかしてよくわかんない、はい、ないですもんね、はい、うん、なんかグループとして、うん、すごいなんかいいクオリティにね上げてきたなとは思ったんだけど、うん、やっぱ若干空回り感がすごくて、はい、でちょっと前の子にもね話したんだけど、はい、一昔前の合宿で言うと、うん、すごく小手先感だったな。あーなるほど、はい、めちゃめちゃ染みます、はい、うん確かに、もう、うん、そういう小手先じゃなくて、うん、もっと真のところで勝負できたんじゃないかな、あのグループだったら、うん、って思いました。なるほど、はい、なんか確かにこうその1日目のちょっと焦りと、うん、最初だからこうどうしたらいいかわからないみたいなので、なんかこうみんなある意味この程度の基礎ができてたらみたいな部分がちょっとあった部分は多分私含めてあったんじゃないかなって思ってて、こうどちらかというとワックのアイドルさんってもうその自由の見せ方、その綺麗じゃなくてもう感情とかそういうので見せてくる部分があると思うから、なんか確かにもっとできたと思います。そしてアドバイスが本当にもうめちゃめちゃもうぐさぐさですもん。あーいいですねありがとうございます、お褒めいただきました、はい、まあ、アドバイスっていうか、まあ、こういうのはね、あの実はコメントとかで見てどうだったとか言ったらそれも返してくれるし、明日以降それこそあの、練習の隙間とか、うん、あのカメラ近くにいると思うのね、はい、で休憩するんだったらカメラにちょっと見て、うん、で今ちょっとこんくらいの出来なんだけどとか言ったら、まあ、ユーザーのみんなも返してくれたりするし、でだけど気をつけてほしいのは、はい、ユーザーのコメントっていうのは僕のコメントもそうだけど、うん、ユーザーのコメントも僕のコメントも結局は指標の一つでしかないから、その情報を取捨選択して必要な情報だけを自分たちに取り入れてください。うん、はい、その一つの意見として捉えて、はいはい、なるほど。でマジであの合否の権限俺1ミリもないんで、偉そうなこと言っても、うん、それやったからとかじゃないから、はい、はい、
で、あと全グループに通して言ってるんだけど、はい、今日4グループやって1グループも最初の立ち位置、うん、綺麗に均等に並んでるグループなかったから、もうね、刺さりまくってる今もう。ハリネズミです私はもう。ハリネズミ。はや？ハリネズミ。ハリネズミ。もうブスブス。ブスブスです今もう。なるほど。立ち、バミリですよね。本当にそれこそ。ね、3番から3番まであるわけじゃないですか。はい。ね、そこにどう、例えば5人だったら、どこに並んだら綺麗かなとか。じゃあ6人だったらどこに並んだらとか。うん、そういうのね、番号割ってけばさ。うん、じゃあ誰々は 1.5、1.5 とか、うん、そういうのあると思うんで、あるんだよ、ね、そういうのね、自分が分かんなくても、うん、分かる子がグループにいたりするから、うん、そういうのはね、もうじゃんじゃん聞いて流してくれ、自分の情報にね落とし込んじゃうのが、ね、いいと思いますよ、はい、なんかその実際パフォーマンスをする上でそのやっぱりファミリーが揃ってるとかその伝えたい気持ちを伝えるっていうのってなんかどれを優先させたらいいか、どれ均等にそれをやった方がいいのか、だから自分自身でそのまだそのオーディション段階っていうのもあると思うんですけど、なんかどこに重点を置くのがいいのかなっていうのがずっと疑問にあって、どう思われますか？ね、うん、その場の完成度になっていくんですかね、うん、結局そのグループの。結局、ま、見た時に、はい、ちょっとずれてるのってすごく気になる。あ、立ち位置とかは結構、うん、早急に決めてってやっちゃって、うん、そっからはもうその振りだったり歌だったりとかを詰める作業とかに当てちゃうのがいいんじゃないかなって個人的には思うけど、うん、でもある程度振り入れてからじゃないと場見れないし、うん、みたいなね。そうなんですよね、場見る、場見る。だから最初に立ち位置やってからその細かいとこやっていくのがいいっていうのをおっしゃってくれた。確かにそうかもしれないですね、うん、いやなんかもう学校の先生ですもん今。ありがとうございます。九州、え、何したいの？今ケールしちゃった。ケールしたの？したの？学校の先生に言ってこうやってたの？なんで？間違っちゃった。これ警察官のやつ。警察官です。いや、でもありがとうございます。そしたら、はい、明日のパフォーマンスにも、はい、はい、ちょっと活かしたいと思います。全員にはお話できなかったんで、うん、ぜひね、聞いてないことがいたらね。はい。昨日実はこんなことがあって、うん、まあこういうのやってみようと思うんだけど、はい、なんかそういうのはね、ぜひ取り入れてもらえたら、なんか明日のパフォーマンスね、すごく楽しみだなって思うのと、はい、もしかしたら明日で終わっちゃうかもしれないっていうやつ、いや本当にそうですよね、常々思いながら、うん、後悔のないように、これも渡辺さんがずっと言ってますが、はい、後悔のないように過ごしていただきたいなと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。毎時間この時間って設けてくださらないんですか、夜？暇の時は、はい、大体ほっつき歩いてるんで。あ、本当ですか、はい、したらそのなんかパフォーマンスのさ、なんか、はい、なんかこういう時間作ってくださるなら、なんかこう評価していただきたいですね、ぜひ。もうそれはね、回ってない時でもするし、うん、回ってる時でももちろんするんだけど、はい、基本は皆さんのお話を聞きたいって、うん、そっか、うちらだ、はい、うちらがメインでした。はい、主役は、あ、主役だった、すいません。いやでもこれ主役だと思っちゃう。裏方なんで。裏方です。ちょっと炭治郎みたいですね。私も思った。え、思ったの？ここがちょっと炭治郎っぽいですね。そこのここが。ね。はい。はい。じゃ あとね、6分でね、就寝なので。ああ、そっか。寝る準備できてると思いますが。はい。はい、明日への一言を一人ずついただいて終わりましょうかね。ニコニコ生放送からの皆さん、マンマンです。本当にまず皆様のおかげで、まず本当にこの合宿に参加させていただけてます。本当に応援ありがとうございます。なんか自分に対するこのワックの気持ちとかが視聴者さんに伝わってるかなって不安になってしまうこともあるんですけど、でも自分の中でこのワックが大好きだ、ワックでアイドルがやりたいっていう気持ちと自分なりの表現の仕方で、よかったら皆さんにマンマンのパフォーマンスいいな、マンマンいいなって思ってもらえるように、ちょっとマラソンとか不安なんですけども、こう明日からの方が初めてなこともまた多いと思うので、頑張っていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。以上、やる気マンマンでした。ありがとうございました。ではでは、はい。
たまちのみきです。今日はもう言われたことをやるので結構精一杯になってしまって、目線のこととか言われてから、あ、そういうこともやらないといけないんだって気づくことも多くて、まだなんか覚えないといけないこととかやらないきゃいけないこととかがたくさんあって、それをやるので精一杯になっちゃいがちなんですけど、明日は今日みんなに教えてもらったこととかを参考にして、いつも昨日、今日よりももっといい感じいいところを見せられるように頑張ります。あとマラソンもちょっとわからないんですけど、気合を入れて頑張って走ろうと思うので、今日見てくださった方ありがとうございます。明日からもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、もう寝る時間なので、はい、さっさと布団に入ってください。あ、待って、シーツって持ってきてくれた？ええ、あ、終わった、出し終わった、やありがとうございました。ありがとうございました。ママとたまちのみきでした。ありがとうございました。シーツ持ってきます。すごいよね、すごい、すごい、何してたんだ、あの子たちにも。切りました？まだ切ってないけど、もう就寝だから、はい、はい、手入って、はい、そこカメラ置くからどいて。ごめんなさい。カメラ入ります。ここって充電器使っても大丈夫なんですか？使わない方がいいですか？そのケーブルが、はい、ごめんなさい、撮影機材のケーブルなので。なるほど、行きますね。ですよね。どこの使ってますか？はい、質問なんですけど、私、黒川と申します。はい、お願いします。カメラマンの阿部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、で、こっから朝までずっとカメラ回ってますので、はい、お着替えはカメラの範囲外でしてください。あ、ちっちゃいポケットってことです。はい。はい。はい。で、こっちからずっと撮ってますんで、はい、お布団移動される方、あの、特にこっち側です。絶対こっち側で寝てください。はい。わかりました。はい。あ、だから、映ってれば。うん、映ってる範囲で寝てください。はい。はい、では準備してますんで、皆様も準備してください。はい。はい、ありがとうございます。はい。あ、ばばばばば。私。あ、よかった。見つけた。そう、ずっとさ。ごめんよね。反対のところに。すごいよね。サンキュー。あとさ。透明のピアスの。この辺のコンセントが今度を調達しますので、怖い、はい、はい、調達しますよ、待ってください。
全部これと、あれ少しどこだ、どこだ、どこだっけ、何番に入れた、ショットナイスショットも入れちゃいます。はい、充電用に白いコンセントだけ出しとくんで、これは使って大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、もう消すので、やりたい方は早めに。はい、ソースを積極的に食べて、アイテムを
違うから、怒られたぐらい違うよ。なんで、なんでそんなこと言うの。